吉田さん、ゴーギャンっていうのはよくわかんないんですけども、ギャバンなら知ってるんですよ。宇宙戦士ギャバンっていうね、ヒーローものがありまして。で、ラーメン屋に行くと、今度ね <laughs>、ギャビンっていうね、こう缶に入った胡椒があるんですよね。で、最初これ、ギャビンなのかなと思って読んでた。ギャバン、ギャバンだなと。 あと、麻雀のメーカーで、アンモスギャバンっていうね、ブランドもあってですね、麻雀ク使ってる会社なんですけども、まあ、ゴーギャンとはちょっと違うんですけど、ギャしか合ってないんですけども、宇宙刑事ギャバンの今回ね、ちょっと歌詞を見ていこうかと思います。まあ、一発目に、男なんだろう、グズグズするなよってありますよね。まあ、男はグズグズしちゃいけないんだなと。裏返すと女の人はグズグズしてるんだろうなと思いますけど、まあ、まさにそういう例多いかなと思います。えー、胸のエンジンに火をつけろ。よし、頑張ろうぜって意味なのかなと。 俺はここだぜ。一足を先って感じで、まあ、あの、この歌を歌ってる人はもうあっちの方にいるんで追いかけていこうぜみたいな感じなんでしょう。光の速さで明日へダッシュだって、今日はもう終わったみたいな感じですよね。明日があるさよりも立ちが悪いような気がしますけども。あと、この次なんですよ。私の好きなのは。若さ。若さってなんだ振り向かないことさ。ね。 若いい頃っっててててのの振り向くくんじゃなくて未来の方を見ここうよよとですよね結構勇気をもらえますよね。そして愛ってなんだっていうふうな形で問いかけがあってその後ねためらわないことさっていうね愛ってのためらわずに何をすることなのかなってちょっと分かりませんけどもそれからサビが来るんですよね。ギャバン「あわよ涙」「ギャバン」「よろしく勇気」「宇宙刑事」「ギャバン」みたいな感じでね結構この歌詞とメロディーが当時のね10歳前後の私たちの少年時代にはすごくね えー、こうかっこよく映って今でもちょっと印象にあるなって感じですあのコスプレイヤーでギャバンの格好をしてる人も今でもいるみたいなんですけどもね最近ねウイングマンとかもねガッチャマンとかも結構ねハイクオリティでね真似してるんですよねそれっていうのははっきり言って家族にとってみたら何か何やってんのって話なんですけども、うん、でもね家族ってお互いの事情をすり合わせていく作業なんで誰かに完全に合わせるってこともできないですしまあ この人に協力してもいいかなみたいな気持ちのちょっとおすそ分けをお互いにするってことなのかなと思いますよね。まあ時に家族が足かせになったりはするんですけども、まあ、私は今のところそこまでは感じてないかなと思いますね、うん。なんかね、まあ自分の欲望を理解しようと思うから、押し付けようとするからダメなんで、まあ所詮別々の人生はあるよねってことですよね。うん、いくらね、 一つの家庭にいいるとはいえ違う意志違う人間ですからね型にはめるもんではないかなと思いますし、えー、まあ人によっては型にはまることが喜びであったりとかねさまざまじゃないですかまあ宇宙刑事ギャバンっすよいってらっしゃい。